NHK 受信料値下げ月35円減額に呆れの声というね、もう先生お怒りモードですか。はい、深入り続いてまいりましょう。NHK は現在詐欺状態にあるわけですそれで僕はNHK は報道機関で情報を提供を国民にできるんだから、はい、早く詐欺状態を解消して、はい、国民の信頼を得るのが NHK としては一番いいと思うんですよ、はい、で NHK に働いてる人はね、真面目な人が多いんですよ、うん、何が間違ってるかって経営陣が間違ってるわけですよ、はあはあ、経営陣が金亡者と、あと自分の地位の確保のために、はい、詐欺状態に入ってるわけです。どういう詐欺状態に入ってるかっていうと、僕はなんで詐欺っていう言葉を使うかっていうと、うん、NHK が発信できないところなら別なんです、はい、発信手段がないなら説明できないから、うん、ただ NHK は強力な発信手段を持ってるので、まず絶対に言わなきゃいけないことは、はい、白黒テレビの交流機とカラーテレビの交流機の2回にわたってね、視聴料を受信料を据え置いたと、うん、じゃあ 10% の受信数の時と、国民のね、90% の時と、はい、9倍になったんですよ受信料が、うん、にもかかわらず、放送設備は変わってないと思うんですよ。あ、今これないと思うっていうのはまたなかなか僕の言い方なんだけど、うん、説明してくれって言ってるわけよ、つまり 10% の時に例えば500億円なら500円入ってきた、うん、で 90% になったら5000億円に変わった、変わりますよね、9倍ですから4500億円、放送設備が同じだったらば、この商売は丸儲けなんですよ、濡れてる泡の。そうなんです、自動車でも何でも作ったら作っただけの苦労があるからそれだけの収益が増えるんだけど、放送事業だけは特殊な事業で、受信者が増えても苦労が変わらないんですよ、この番組だってね、受信者がいくら減っても増えてもね、スタジオも何も全部同じなんですよ僕らのギャラも弁当の質も弁当がもう一つ問題があってねそこに飛びますか。なんかさ、この番組終わって10時に終わったら、あの美味しいお弁当って思うことができないけどね、まあ、それはしょうがないね、まあ、俺美味しいと思うけどな、俺は美味しい？うまいよね。うまくないまあそれはいいや、ね、それは改善の余地を。放送事業っていうのは特にね、民放の場合は、はい、視聴率が上がれば、うん、それだけ広告料金が増えるから、うん、そういう対応があるんですよ。スポンサーが増えて、ね、ところが虎ノ門とか、はい、このニュースとか、NHK は、うん、全く関係ないんですよ、ですからこの番組に10倍の人が見ても、僕らの苦労同じなんですよ、でそれが2回起こったの NHK で、2回、白黒テレビの時とカラーテレビの時と、過去のね、それでこの余ったと考えられるお金をどこに使ったかったら、チャンネルを増やして、1人当たりの賃金を収入を1600万にして、そして今度社屋を変えるって、で僕は名古屋でその放送部長会っていうのが出てたらね、NHK の部長がこう言うんですよ、今度あれ中継車を6台変えることにしたから、ね、まだ全く使えるので、民放各社はもし必要だったら言ってくださいって言うんです。あ、したら隣にいた民放の部長がね、何言ってんだあいつらってこう言ったんだ、だって受信料だから、変える必要がないって本人が言ってんだよ、まだ新しくて変える必要がないが、受信料がどさどさ入ってくるから、6台変えますって言うんだよ、でまだ使えるから名古屋の CBC とかね、東海テレビは使えるんですから、あなた方下請け出しますからってこう言ってんだよ、それをね、公式なね、放送部長会みたいなところでやるんだから、すごい発言ですね。すごい発言ですよ、だから僕はだから詐欺状態にあるっつってるわけ、今はね。だから、はい、NHK はまず自分たちの放送を通じて、発言権があるからね彼らは、まずその2回にわたった、はい、9倍9倍って2回9倍になったんですよ、だ合計81倍になってるわけだよそれに対して、説明は一応できると思うんですよ、その 9% 的、10% の視聴率、次どのくらい経費がかかって、この時こうで、これはこうこうこうって、はい、全部説明できると思うんです僕は、だからこれはきちっと説明するべきだと思います、ね、それで NHK は日本国民のいいところを取ってズルしてるんですよ、日本国民っていうのは非常に真面目だから、はい、まあ、NHK みたいなちゃんとした番組も必要だと、まあ、少しぐらいお金取られてもっつって我慢してるんですよ、この我慢を逆手に取ってんのがダメだっつってるわけだ、もっとNHK の中枢部はね、十分に
給料を取れるんだから、はい、だからやっぱり日本の社会のためにね、やっぱり経費についても、うん、そしたらここに言うように、まあ、半額にはなると思うんですよ。でだけどそこでしっかり説明して、はい、我々は今の受信料でやっていきたいと、なぜならばこういう質の番組を提供したいからと、それもでもいいから、はい、きちっと説明すべきでね、それは月35円ってこれね、なんで言ったらね、ちょっとお土産出しとけば、はい、国民はまあなんとか言わないだろう、なんか言われたら、いや私たちも値下げしてますよって、そういうね、ずるい NHK じゃなくて、僕らは NHK に期待するのはずるい NHK じゃなくて、うん、誠意ある NHK ですよ、それに変わってほしいと思いますね、絶対、はい、須田さんいかがでしょうか。うん、僕ねこの間こういうことあったんですよ、はい、非常に仲良くしてるね、まあ、男女関係ないんだけど非常に仲のいい、はい、友達関係の銀座のホステスさんがいてですね、はいはい、この間食事ごちそうになってたわけ、ね、でそしたらさ須田さんがごちそうになったの。僕の方が貧乏だから、すごいさなんか眩しいわけよ手元が、で見たら、はい、ハリー・ウィンストンってすごい、ね、高級な宝飾店があるじゃないですか。でそれの、その腕時計をしてたわけ、で眩しいぐらいにダイヤがついてる腕時計なの。ハリー・ウィンストン、ハリー・ウィンストンね、はい、ですごいねそれねって、なんか眩しい、ね、見れないんじゃない文字盤がみたいな、ね、ダイヤで散りばめられててキラキラしすぎて、ですごいねっていくらしたのこれって、うん、多分3000万近くだと思うよって、はい、でどうしたの、どうしたのよって聞いたら、そしたらパパに買ってもらったって言うわけよ、はあ、いいねって、あ、そういえばって、そこのパパって何やってるかっていうと、はい、NHK に放送機材をリースしてる会社なのよ、あれ全部自前じゃないんですよ、なるほど、こういうカメラとかね、なるほど、でそれをリースしてて、まあ、リースをしてて、はい、愛人に3000万円近い時計を買えるってことだから結構濡れ手に合わなんだろうな。そうそう、もちろんもちろん、ね、でパパってのはそっちのパパ肉親の父親じゃなくて、だってホステスだからパパっつったらスポンサーですよ一応そっちの方に取るじゃないですか、ね、すごいですね。でその人がちょっとごちそうになってるから僕はね値下げしなくてもいいと思うな、はい、あ、そうか、そういう見方もあるかちゃんと銀座のホステスに時計台で行ってるから、ね、そう僕らの金が、ね、僕らの金が僕らは自分の金じゃ銀座に行けないけど、うん、その人社長を通じれば行けるから、ね、そうね、間接的に愛人関係にあるんだよ。ああ、そうか、間接愛人かでも月35円って言うのが恥ずかしい数字ですよね35円安くしときましたからって恥ずかしくて言えないと思うんですけど、それ何ですか。はい、アンケート取らせていただきました。 NHK の35円値下げについてどう思われますか。少なすぎると思う 33.2%、 呆れてどうも思わない 66.8%、 妥当だと思うは 0.0%、 当たり前ですかねこれだぞ、はい、回答者が3人じゃないの 33.3 と 66.8 もう少しいるでしょうよこの番組だって。もうちょっといますよ先生、もうちょっといます。15人ぐらいですよ、ご協力ご協力ありがとうございましたさてというね、まあ偉い数字ですよね